これはあらゆるエンターテインメント業界の PR を請け負いブレイクを次々仕掛ける広告会社の活動記録である。ただいまか。開発が進んできたとはいえまだまだ空き地はあるな。あの空き地に我がゲームブレイク広告社の本社ビルをドーンと建てたいな。私もそれを希望します。そしてそのビルの上には30メートルの全裸の私の銅像をドーンと発火します。今日のボクちゃんのジュールース系はどうなってるのかな。スケジュールですか。スケジュールです。本日は11時から東京ビッグサイトにて新作アーケードマシンのプロモーション活動となっております。なるほど。それで例の我が社の美人新入女子社員3人組はご安心ください。現地で合意となっておりますので。よろしい。ありがとうございます。全裸の銅像どうだ。却下します。乳首とも社長室だろうけど、いやビル全体が全裸の俺の形ってのどうかな。乳首のところに社長室ご自由に。乳首から東京が君たちおはよう。おはようございます。社長、まあ今日はね、まあ我が社本来の広告業務、これはさることだから、これと同時に君たち3人のね、こう新人実務研修というのも兼ねてるから、そのつもりで。はい、そうです。今日はゲーム業界では何なのか、そして広告業務とはどういうことなのか、しっかり学んでもらいますよ。はい。社長、セクハラは私にしてください。まあごめんね、なんかごめんね。もうじゃあ仕事に行くよ。今日はね、大事な日だからね。はい、はい、大事な日だから。ご不満ですか。いや不満とかじゃなくて、まあ行こう。仕事。あなたもゲームブレイク広告社にお願いしてみませんか。ブレイクを目指すエンタメ業界からのご依頼を大募集。必ずブレイクを約束します。本日の業務は新人研修を兼ねたプロモーション活動。舞台はこちらの東京ビッグサイトで開かれた新作アーケードの発表会、アミューズメントマシンショー。ここでご依頼のあったナムコ様、コナミ様、セガ様の PR をいたします。まずはこちら、ナムコの新作アーケードゲーム、マザンから。とにもかくにも、まあ、このマザンの一番の売りを教えてください。はい、この筐体についている剣で、実際にこの画面内の石を切ってプレイします。ちょっと待ってください。この作り物の剣で実際に画面内の敵が切れる。でプレイする上で敵を切る他にも、敵がこう切ってきたのを受けるという重要な技術プレイヤーになって、これによってやっぱりプレイの。それじゃあ今日の PR 活動だけれども、今回はですね、新人3人組にこのゲームのイメージガールになってもらいます。やったー。ただし選ばれるのはこの中でただ一人。そしてクライアントが実際のプレーを見て判断します。こういうことだよ。イメージガールになるっていうことはこのゲームの PR をできるってことだよね。このゲームの PR をするってことはこの番組の中での出番があるってことだよね。イメージガールになれないと出番ないってことだよね。はい、出番いっぱいあった方がいいよね。はい、頑張っちゃえばいいじゃん。イメージガールの座をかけ、いざ勝負。トップバッターは桜木。なんか来たぞ。足切れ。桜木はかなりの高得点。さあ村田君、頑張りたまえよ。はい、やっちゃいたまえ。続いて村田が挑戦。
果たしてゲームの腕前は？あ、やばいやばいやばい、頑張らないでやばいよ、かなりやばいよ、あと一発やられたら死んだよ。この後ろ姿いいね。さあ来るよ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 。点数は低かった。4万5400点。だいたい半分ぐらいだったんだけど、リアクションはね大きいんだけどね、もしかしたら女の子としてはマイナスな面で見た可能性は。もうダメですね。ラストの黒沢は桜木の記録を上回ることができるのか。まあ、3人の中では一番強そうです。はい、そう。なんか雰囲気がね、ハマになってる。無駄がないよ。すごい。よいよ、ハード。疲れた。危ない。疲れてるよ。意外に疲れてるよ。意外に体力ないよ、黒沢。意外に体力ない。あー、死ぬ。結果はご覧の通り。クライアントは誰を選ぶのか。いかがでしたか。総合得点的に言うとどなたをイメージがあるにしたいでしょうか。桜木さん の攻撃は最大の防御っていう素晴らしいプレーを見せていただいたので、ぜひ桜木さんにお願いします。出ました出ました。ということでこの後は桜木ちゃんの PR タイム。和風業界刀剣バトルを繰り広げるマダン、高度な牽入力装置によって実現したリアルな動きに大人も子供もハマること間違いなし。これぞチャンバラの真髄。この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。穏やかだった毎日がある朝突然、逃げて逃げて逃げまくれ。 XBOX からノンストップカーアクション、マックスマムチェイス。君は逃げ切れるか。 XBOX。 トレセンで生まれた夢が緑のターフを駆け抜ける、ジョッキーズロード XBOX から。ロットハック悪性変異を完全解剖、絶対必見チューリップ。スターフォックスアドベンチャーも大攻略、スク攻略ますます充実。ゲームボーイアドバンス。やらせてやらせてやらせて、私に監督やらせて。あのプロ野球シミュレーションがゲームボーイアドバンスに新登場。ベストプレイを予約してね。ゲーム業界最新のトピックス、ファミ通ニュースエクスプレス。まずは東京ゲームショー2002の会場レポートから。先週に引き続きゲームショーのレポートをお送りします。まずはマイクロソフトのブースより、このタイトル、ブリンクス・ザ・タイムスイーパー。時間を自由自在に操り、時の流れを歪められた世界を救うアクションゲーム。続いてテクモからはこちら、デッドアライブエクストリームビーチバレーボール。その魅力を広報の土原さんに聞いてみました。100種類とかあるんですよ。へー、はい、を見つけてもらったり、アイテムも50種類以上ありますので。あー、いいですね。なんか自由自在にそのキャラクターを作り上げたり、そうですね、その女の子を、まあ、イメージ作り上げて自分の好みの感じにしてもらったりとか。女の子でも本当に楽しめますね。楽しめますね、はい、ありがとうございました。
最後はセガの数あるタイトルの中からこちらをご紹介、エターナルアルカディアレジェンド。果たしてどんなゲームなのか、早速広報の秋山さんにインタビュー。やはりこのゲームで一番の魅力なのは、空中の船と船との攻撃戦。大体みんな男の人は昔は空を飛びたいと思ったはずなんですよ。思ったことないやつは絶対ないんですよ。あなたは女だから思わなかっただけなんですよ。思いましたよ。よし、ということで、空中でその船と船とのドンパチがこのゲームは楽しめます。というわけで今日はいろいろと紹介してきましたが、新作ソフトはまだまだいっぱいあるのでみんなもチェックしてね。それでは今日はこの辺で、またね。ゾーン初のビジュアルソフトをご紹介、 PS2 ソフトワンダーゾーン。デビューシングルグッドデイズから最新曲証までのヒット曲を収録。ビデオクリップを360度見渡せるワンダー360、曲に合わせてボタンを押していくワンダーゲームなど、ゾーンの魅力が満載。抜き足差し足怪盗アクション、 PS2 ソフト怪盗スライクーパー。東京ゲームショウで発表され注目を集めた本作、主人公はなんと盗賊。盗む、隠れる、逃げると多彩なステージで大暴れ、神出鬼没の怪盗アクションゲーム。危険度メガトン級ブラックボンビー出現、桃太郎電鉄イレブンブラックボンビー出現の巻。ナンバーワンボードゲームの最新作が満を持して登場。ゲームを彩るさまざまなユニークキャラたち、今回は史上最悪のあいつがプレイヤーを不幸のどん底へと突き落とすぞ。ゲームショーでのプロモーション、続いてはコナミ様よりご依頼のあった新作アーケードゲーム、ワールドコンバット。はい、みんな注目、コナミのお坂田ちゃん、お坂田ちゃん、コナミお得意のガンシューティングゲーム、ワールドコンバット。銃タイプのコントローラーはアサルトライフル型、通常射撃とスコープ射撃の2つの攻撃方法から選択。50インチのモニター2つを連結したド迫力の画面、戦場さながらの臨場感と緊張感が味わえる本作。最大4人までの同時プレイが可能だぞ。さあ、ということでここもあれ行っちゃうのね。そうです、同時にゲームの腕を競わせます、さあスタンバイして、スタンバイして、はいはいはい、イメージガールの座をかけ戦闘開始。来たぞ、でも桜木がトップ。クライアントのハートを射止めたか。よく聞いてください、ゲームの点数だけじゃないですからね。そうなんですよ、あのお坂田ちゃんね、ぶっちゃけた話、なんつったらいいのかな、この3人の中でお坂田ちゃんがちょっと一番好みだなみたいな女の子で、全然これ構わないな。あの例えばね、あの黒沢ちゃんなのが、そう、雰囲気はちょっと、まあ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 、まあ、誰をそれじゃあの PR のイメージタレントにしますか。何はともあれ黒沢に決定。
最大4人で正体を編成して援護射撃集中砲火などチームワークで作戦を遂行する新しいゲーム性を実現したワールドコンバットをよろしくね。黒沢優子がお伝えしました。ゲームブレイク王国者プロモーション活動第1弾、そのタイトルはカプコン様よりご依頼のあった逆転裁判2。ついに登場、人気の法廷バトルの第2弾。新キャラ新システムが登場し法廷をさらに熱くする。収録されたシナリオは全4話、前作の約2倍とボリュームも満点。様々な思惑が渦巻く裁判で真相を解き明かし依頼人の無実を晴らすのだ。さあ、ゲームブレイク広告社第1弾となる今回のプロモーション、社長が考えた企画とは。こうしましょう。私の企画、あっと驚くストリート広告。そしてこのプロモーションを担当するのは村田あゆみ。実は東京都ではヘブンアーティスト事業としてストリートパフォーマーたちに公共の場での活動ライセンスを発行したとのこと。この情報を入手した村田はすぐさま都庁へ。手がかりをつかむべくお話を伺うことに。こんにちは、よろしくお願いします。活動場所を教えてもらいたいんですけれども。全部で13施設20カ所あるんですけど、はい、まあ、この都庁のですね、はい、都民広場や展望室もそうなんですけど、はい、あとは都立の公園ですね、上野公園とか井の頭公園、はい、それから地下鉄の駅の構内などでも、はい、やってるんですけど。そう、このプロモーションとはストリートパフォーマーを使って広く大衆に PR しようというものだった。早速上野公園でスカウト開始。すごいんです、見てください。この黒山の人だかりにパフォーマーがいた。こちらはこの人形と全く同じポーズをするというパフォーマンス。さらにはインパクト抜群の目玉の被り物をしたパフォーマーが登場。こちらのパフォーマーはノコギリを使って演奏。そして村田が最後に出会ったのがこのユニット。なんとバチの代わりに取り出したのは包丁。私決めました、きっとうまくいくと思います。期待しててください。衝撃のプロモーションは次週大公開。君が一人で仕切って全部やるって言うからね、はい、ちゃんと連れてきてるのかな、そのなんていうの、こう素晴らしい人材っていうの。ご通行中の皆様、これよりこの後話題のゲームソフト逆転裁判2の発売を記念いたしまして、とっておきのプロモーションパフォーマンスをご覧いただきます。ゲームボーイアドバンス、新色はゴージャスなゴールドでございますわ。シックなシルバーもよろしいかと。ゴールドでございます、シルバーでございます、どっちも欲しい。ゲームボーイアドバンスに豪華なニューカラー、ゴールドとシルバー。ゲームボーイアドバンス、裁判をゲームにする、不謹慎だ、しかも無罪を勝ち取るゲームなんて、面白ければ良いのではないでしょうか。矛盾をついて無罪を勝ち取れ、逆転裁判2。ドットハック悪性変異を完全解剖、絶対必見チューリップ、スターフォックスアドベンチャーも大攻略、スクープ攻略ますます充実。ゲームボーイアドバンス、やらせてやらせてやらせて、私に監督やらせて。あのプロ野球シミュレーションがゲームボーイアドバンスに新登場。ベストプレイ予約してね。ゲ
3ゲームランキング。まずは今週の10位からカウントダウン。ヌムチェン、サムライエボリューション、王国ガイスト。ヌム9、プロジェクトミネルバ。ヌム8、ファンタシースターオンラインエピソード1&2。ヌム7、伝説のスタフィ。ヌム6、ウィニングポスト5、マキシマム2002。ヌム5、J リーグウィニングイレブン6。そこだ。ナムフォー、新三国無双2、猛将伝と。ここでランキングに関するさまざまな内容でお届けする This Week Special。 今週のタイトルはセイントセイヤ黄金伝説。人気アニメを題材にしたファミコンソフト。主人公ペガサスセイヤを操り強行を倒すのが目的のアクション RPG。 続いてはお待ちかね、今週のトップ3。ナンバー3、マーブル VS カプコン2ニューエイジオブヒーローズが初登場でランクイン。人気アクションゲームのシリーズ最新作。ナンバー2、スーパーマリオアドバンス3。ヨッシーが主人公の正統派アクションゲームが初登場で堂々のランクイン。 This week number 1、初登場でお見事。今週のナンバー1に輝いたのはドットハック悪性変異ボリューム2。マルチメディアで展開している RPG のシリーズ第2弾。次回はどんなタイトルがランクインするのか。 See you next week。 ゲームショーでのプロモーションもいよいよ佳境に。最後となったのはセガ様よりご依頼のザ・ハウス・オブ・ザ・デッド3。はい、みんなまたまた注目、はい、僕のね、この業界の大事な大事なお友達、セガの西島ちゃん、はい、よろしく。はい、よろしく、よろしくお願いします。今まで以上の大量のゾンビを相手にしなきゃいけないので、ほう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 、本作ではなんとハンドガンからコントローラーが、あ、うめえ、このように、おぉ、ちょっとあります。ショットガンになっちゃった、ショットガンになっちゃった。武器の方も威力増して、はい、今まで以上に襲ってくるゾンビをガンガン撃っていただきます。ガンガン撃っていただきます。 The House of the Dead 3 Run! セガを代表するガンシューティングゲーム、The House of the Dead 3。 Damn! Let's do it! Yes, sir! 思わず目を背けたくなるほどリアルなゾンビたちが登場。本作から新たなる武器、ショットガンを用意。臨場感、そして敵を倒した時の爽快感も大幅にアップ。圧倒的なスケールに進化したシリーズ最高傑作。どうなっちゃってんの？今回からですね、一人ずつゲームの腕を競っていただきましょう。わかりました。さあ、桜木さんがスタンバイして。はい、頑張ります。スタンバイしちゃって。まずは桜木が挑戦。うわあ、いつは本当に引っ張らしているのか。またトータル視点で評価される今回、なんとエレベーターまで到着。来たよ、来たよ。たまたまリロードリロード。どんくさい、この子どんくさい、この子どんくさいよ。いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。あっけなく終了。わずかな距離しか進めず。よし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 、ここで死んじゃってますか。大丈夫大丈夫大丈夫。村田超えた、村田超えた。やつが祈る祈る祈る。頑張って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 。
落ち着いてな落ち着いてな弾を込めて大丈夫だよ。ゲームの結果はまたまた桜木がダントツで終了。さて、西島さんに一人選んでいただくわけなんですけれども、あぶっちゃけた話ね、僕としてはね、黒沢ちゃん一押しなんですよ。まあまあまあ、そこはでもクライアントですから。社長お手柔らかに。あ、わかりました。クライアントのもう2の一声で、はい、どの子を。そうですね、はい、ゲームの腕前は今一つだった。今一つなんですけど、はい、いい子がいるんですよ、はい、このゲームを全身で持って楽しんでいただいた、はいはいはい、村田さんで。村田さんでいいの？いいんですか、うちの村田で。だってあいつ2分で、いや、もう一番楽しそうにプレイしてゾンビの攻撃も受け止めてましたから。わかりました。それでは村田君にここの PR の方は任せるから頼むよ。ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド3、今回の武器はショットガン。ゲームのストーリーはプレイヤーの進むルートによって変化。気分爽快、人気のガンアクション、皆さん私と一緒にやりましょう。ゲームキューブ。イニシエの書、エターナルダークネスに秘められた暗黒の歴史。死闘の中、精神は蝕まれ、やがて幻覚に襲われていく。12人の闇の記憶を追体験するサイコスリラー。任天堂ゲームキューブ、エターナルダークネス。主人公ではないあなたが直接幻覚を体験する。ドットハック悪性変異を完全解剖、絶対必見チューリップ。スターフォックスアドベンチャーも大攻略、スク攻略ますます充実。ゲームボーイアドバンス。やらせてやらせてやらせて、私に監督やらせて。あのプロ野球シミュレーションがゲームボーイアドバンスに新登場。ベストプレイボーイ予約してね。この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今週もファミ通より攻略本ミスタードリラーエース不思議なバクテリアオフィシャルガイドブックとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。今注目のストリートパフォーマーを起用して広く大衆に向けて、そしてセンセーショナルな逆転裁判2のプロモーション活動を手掛けるってあの約束のやつね。どうぞ。ただ、スペシャルミストリートです。名付けてトリプルマッスルのキング逆転裁判2バージョン、暴くのはクリア。プレゼントの宛先はこちら。 See you next week. Bye bye.